うちでね、結構卵を食べるんだけれども、その卵の殻ね、すごくもったいないなーってずっと思ってて、で、結構ね、溜めてるのよ。こんな感じで。45リットルの、なんだっけ、ポリバケツに今半分ぐらい溜まってるんだけどもね、結構溜まってるじゃん。ね。よいしょ。こういうね、卵の殻、これ本当にもったいないなって、まあ昔投げてたんだけれども、ね、もったいないじゃん、これ。本当に。ただ投げるんだったら。だって、自然のものじゃん。結局食べ物の一部なんだから。食べることはできないよ。ね。俺がこれ食べるってことはできないんだけれども、もったいないと。で、いろいろ調べた結果、これがね、ほとんどがね、炭酸カルシウム？なんだっけ？ちょっと待って、調べるか。調べるやつが、ちょっと先まで見てたんだけどもね。94%が、炭酸カルシウムって言われてて、他にも炭酸マグネシウムとかリン酸カルシウムとか、なんだ、有機物も含まれてるし、あとはほら、まあ、こっちの乾いちゃってるかわかんないんだけども、卵の卵膜っていうのかなとか、それはアミノ酸だし、ね、栄養がいっぱいあるわけよ。ね。で、炭酸カルシウムとかなんだから、これ、石灰肥料として使えると。いうことが分かって、それからずっと貯めてるのよ。貯めて貯めて、ね、今こういう状況だと。いや、これ去年、今年の春、同じ量があったから、冬一冬貯めてあったから、潰して、で、畑に撒いて、また今季貯まったの2ヶ月かそこらで。結構卵食べるのよ、俺ね。好きなのさ、ね。まあ、便利だしね。最近高くなったとは言っても、まだ近所ではね、10個で1パックで200円とかそういう値段で売られてるから、まだお世話になってるんだけども、で、この卵、ただ投げるのはもったいないと。ね。だって、ゴミがね、肥料になるんだったら、資材になるんだったら使った方がいいじゃないということなのね。これが炭酸カルシウムで石灰の代わりになると。わざわざカキ殻石灰。どうあったかな？ちょっとパッと見つけられないけど、あったあったあった。わざわざこのカキ殻の有機石灰買って、ね、土壌改良してるんだよ。ね、有機のカキ殻石灰、本当に。それだったら、それやるんだったら、これもやれよとね、ただゴミに投げるんじゃなくて、飛んだ殻が、ね、投げるんじゃなくて、有効活用しなければ、ね、ならないと。このままゴミに出せば、ゴミとして市の方で燃やしたりなんだりしてやってるんだから、そのコストもかかるし、ゴミの量も増えて、ね、もったいないじゃん。税金がもったいないじゃん。だからこれを使うということになったんだけども、今日これをね、使うためにどういうことをしているかってことを作業していくんだけども、ね、ぜひ真似してほしいなと思います。で、今のところね、ちょっと待ってね、そう、こういうふうにあるんだけども、まず砕かなきゃダメなの。で、前まではね、まあ前も動画にしたと思うんだけども、すり鉢で潰したんだけども、とてもじゃないけど、この量で潰していくの大変。で、ミルって、ミルか。ミルサーで、ミキサーのミルのやつで、ウィーンって細かくしたんだけども、それもめんどくさいと思って、最近やっているのは、バケツに入れて、足で踏み潰す。ほら、こんだけ細くなるのさ。で、ひっくり返して、そこの方にある大きいの出して、また潰す。ということで、半分ぐらいやったのが、もうだいぶ少なくなったね。こういう感じになりました。よいしょ。それでね、あえてこういう粗い状態にしておくことによって、土の中で大きく残るわけじゃん。ね、結構粗いんだよ、この状況さ。ね、粗いんだよ、結構。当然だけども、前みたいにすり鉢やったり、ミルにかけたりすると細かくなって、まあ散布はしやすいし、土に溶け込みやすいんだけども、大きいことによって、まあ物理性とかも改善されるのかな。あとは、ゆっくりと分解されて、土を長く中和してくれるかなっていうことを考えてます。で、アミノ酸も入ってるから、アミノ酸の供給にもなるしっていうことで、卵無駄にしないようにやってます。で、本当にさ、やっぱり俺ね、一般廃棄物ってゴミのね、遺品整理とか、そういうゴミの仕事もやれるようにしてて、やってるんだけどもね、ゴミを引き取って処分所に持っていく。そうするとやっぱりゴミがすごい多いのよ。生ゴミとかは基本的に
仕事中は出てこないんだけども、たまに出てくるけれども、出てこないな。出てこないんだけれども、ほぼ出てこないんだけども、あのね、やっぱゴミがすごい多いのさ。で、このゴミが、の問題さ、やはり、ね、なんとかしなきゃダメだろうなと思って、身近にある、やっぱりこういう卵とか食べたもの、ね、あとは、あの、うちで食べて、あの、皮むいて食べられない部分とかは畑に戻して、で、いう循環を自分でやってるのさ。いや、土作りのためにやってるっていうのもあるんだけども、やはりこれゴミ問題の解決にもなると思うし、ぜひね、ぜひ家庭菜園やってる人いたら、まあ、動物性のものを使わないっていうこだわりがある人もいるかもしれないけども、俺それだったら、こういうゴミに投げてたものを再利用して、土作りに使えて、で、ゴミの量も減らせて、まあ、一挙両得っていうか一石二鳥なことになると思うから、ぜひやってみてほしいなって思います。ていうか、本当は行政の方でも、例えば、入札の草刈りで出た草をゴミとして、青森の場合は埋め立ての方に埋め立ててるんだけど、最終処分場ってとこで、じゃなくて、堆肥作る方に持ってきて、そしたら処分場タダでいいよって、で、堆肥を作って、まあ、ケース会社さんに作らせて、その堆肥を販売するとか、ね、こうやって、卵の殻は家庭菜園という人は使えますよとか、そういう宣伝をね、やはり行政の方でもやってほしいなっては思うんだよね。まあ、やらないから、俺が個人でやってやるんだけども、かって YouTube でね。ね。だから、皆さんもね、もし家庭菜園やってるって言うんであれば、卵の殻、ね、あの、カキ殻石灰とか、クド石灰とかの代わりにもなるんで、まあ、クド石灰ほど強くはないけれども、ね、有機物の石灰になるんで、ぜひ使ってみてほしいなと思うんで、本当に簡単に潰せるだけで、本当に簡単に潰すだけでいいんで、ぜひやってみてほしいなと思います。通土に撒く、もしくは春に、畑耕すときに撒いて、一緒に耕してしまっておけば大丈夫なんで、有機の有機物の石灰、カキ殻石灰もそうだけども、ああいうものは、散布してもすぐに種撒いたりもできるんで、クド石灰とかは少し置かなきゃダメだけども、すぐに、散布して、種をすぐに撒くことができるんで、おすすめなんで、ぜひやってみてほしいなと思います。ゴミを減らしていくってことも、やはり自然農法とか有機農法の、やっぱり重要なこと、っていうか技術にもつながるし、土作りもなるんで、ぜひぜひやってみてほしいなと思います。ただ投げるんじゃなくて、有効活用していきたいなと思います。ぜひお願いしたいなって思います。